はい。えー、はじめまして、こんばんは。中村仁と申します。31歳、英語教師と DJ をやっています。えー、いろいろ言いたいこともあるんですけれども、まあ、この、まあ、そうですね、いモチベーションということについてちょっと、えー、話をしたいっていうのと、あと、まあ、議論をね、したいなと思ってるんで、ぜひね、えー、ご興味があれば、えー どんどんね、ツイッター、Twitter、でリプライなり飛ばしてほしいと思いますし、いろいろ教えてほしいなと思っています、えー。今日はまあ中村の話をちょっと、個人的な意見をちょっと話したいと思います。まず、<laughs> 自分は英語教師と DJ を今やってます。東京出身で今名古屋にいるんですけど、えーえっと、まあ先生の役割って何なのかなって考えたときに、まあ、 今大きく変わってると思ってまして、まあ、まず、今まで、まあ今もそうだと思う、まあ、こちちは、あれもと思いますけど、教えるってことはもちろん大事で、役割としてね、知識を教える。まあ、英語の話をしますと、まあ、文法とかね、単語。これはもう最低限必要っていう、まあ、もちろん大事なものだと思います。これを教える役割。あと、教えるっていうと、やり方を教える。これは勉強のやり方。 こういうふうにやると勉強がくるけど、こうやって単語を覚えるといいよとかね、えー、こうやってえーうまく計画立てて勉強していこうとかね、そういう話だと思います。で、もう一個、やっぱ中村が大事だなと思うのはこのモチベーターって書いてあるんですけど、まあ、内発的な動機づけ、内発的な動機づけっていうのは何かっていうと、えー、外発的、外から来た、例えばテストの成績取らなきゃいけないとか、 会社で言われてるから英語を勉強しなきゃいけないとか、資格試験、トイックね、英検とか取らなきゃいけないからやるっていう、そういう動機づけじゃなくて、それは弱いと思うんですよ。持続力がない。だけど、内発的動機づけ、自分の心の中から本当にこれが好きで面白いっていうね、えー、ような動機づけですね。イントリンジックモチベーションとかって言ったりしますけど、そういうものをいかに、まあ持ち上げながら、えー、生徒さん、学ぶ人のサポートができるか、それが先生の まあこれからの役割じゃないかなと、まあ個人的には思っていて。だけど、まあ口で言うのは簡単でそれは難しいんですけど、なるべく持続、火をね、つけていきたいなと思ってます。で、このモチベーションについて、まあぜひ議論したいなと思ってます。中村もいろいろ考えるんですけど、まあ一人の人間なんで、えー、限度もあるんで、ぜひ、えー、いろんな力も、いろんな意見も欲しいなと思ってます。で、今日はね、 なるべく短くね、いきたいと思うんですけど、で、中村が思う一つの今現在で思うモチベーターとして、じゃあ具体的に何をすればモチベーターになるかっていうと、多分ね、原、現体験を、まあ、伝えるっていうことだと思うんですね。原体験って何,何かっていうと、例えば俺なんかは英語がめちゃくちゃ好きで、 まあ、外発的っていうよりは内発的と機づけてずっと、えー、中学生から英語に出会ってからずっと20年ぐらい勉強してきました。で今もそれは衰えなくて多分これからもずっと一生死ぬまで、えー、続くと思うんですけどでそれにはやっぱり理由があってそういうまあこんな経験をしたとこういう時に英語面白いと思ったこういう時に英語が必要だなと思ったって自分の中で納得して腹落ちしてるから、えー 今もモチベーションはずっとと持続しると思うんですね。誰かにやれって言われたわけじゃなくて。なんで、そういうもともとのその経験というのが多分すごく大事だなと思ってます。で、そういった原体験を、まあ、っていうのは僕の意見なんですね。で、まあ、みんなどう思いますかっていうところが聞きたいところです。で、これも、まあ、みんなの需要があったら、需要がなくても、まあ、できれば伝えたいなと思ってるんですけど、中村は今、まあ、英語教師と DJ をやるっていう中で、 やってるんですけどやっぱりね基本的に一言で言うと英語を学ぶことでまあ前向きになれる、うんまあ、性格的といいますかね性格だったり態度行動がまあ僕の場合は変わってきましただいぶ英語を学ぶことによって、うん、例えば小学生の頃だったり中学生高校生、まあ、恥ずかしがり今もそうなんですけど基本的には引っ込み思案で、えー、人間関係とかも悩みがちで言いたいことも言えないというところなんですけど まあ英語を使うことによって、まあ、自分の意見を言えるようになった。それはまあ日本での体験というよりは海外の体験の方が圧倒的に多いんですけど、なのでそういう話をよく生徒なんかに授業で教えながらしたりします。はい。という、小中高大現在におけるよう体験があるんですけれども、どうでしょう。皆さんにとって、まあ、特に英語教育に関心のある方、英語教育を実践している方、モチベーション、 をあげるにはどうしたいと思いますかそれとも、全然原体験とか必要じゃないと思いますかね意見をちょっと聞きたいと思います。えー、また、つらつら、少しずつ動画アップしていきたいと思います。失礼いたします。ありがとうございました。Thank you for watching.